皆さんはじめまして。私は平成26年司法試験に合格いたしました加藤総一郎と申します。受験生の中ではかなり苦労した部類に入ると思うんですが、その受験生の皆さんがいろんな合格者の体験記を聞くのが有益だと思い、今日は合格体験談を話させていただくことにします。司法試験に合格するまでの経緯ですが、私はもともと都内の大学法学部に在籍していました。その後、都内の法科大学院の未就職コースに進学しました。未就職コースに進学した際は、3年間一生懸命頑張れば司法試験に合格できると考えてたんですが、結局3年間の勉強とその後の1年間の浪人生活では司法試験に合格することができませんでした。司法試験に合格できなかったのは、その漫然と勉強していたというのもあるんですが、その合格答案を書くのに書くという強い意識がなかったからだったと考えています。最初の2回の受験までは基本書や百選を中心に勉強していたんですが、それでは結局合格できませんでした。なので3回目はちょっとやり方を根本的に変えようと思いまして、予備校の教材を利用して勉強してみることにしました。で、どの予備校の講座を使うっていうことだったんですが、いろんな情報を集めて、その工藤先生の3倍速が本当にいいっていう、その合格者のいろんな話を聞いて、その工藤先生の講座を受講してみることにしました。具体的にはその3倍速インプット、論文討論、工藤ゼミの3つを受講してみることにしました。ただちょっとお金の問題もあったんですが、夏の間に一生懸命アルバイトしていたんで、もうその夏の間のアルバイトしたお金を全部はたいて、その全て最後の3年目工藤先生にかけてみることにしました。3倍速インプットなんですが、私がどういうふうに使ったかについてちょっと説明したいと思うんですが、司法試験が終わってから3ヶ月ぐらい、合格発表までの期間が3ヶ月ぐらい空いてます。その3ヶ月の間にあんまり勉強しないと知識っていうのはかなり劣化していってしまうんですね。で、僕もその2回目の不合格の時点で知識が劣化したのが分かったので、1日7時間ぐらいだったと思うんですけど、2倍速で聞いて、それで全部7科目回して知識を前の水準に戻しました。で、3倍速インプットっていうのは論証集と連動してるんで、その3倍速インプットを勉強するとその論証集の勉強にもなるし、その論証集を勉強すると3倍速インプットの復習にもなるっていう、そのいい循環ができて、その効率的に復習をすることができました。3倍速インプットの素晴らしさは、その工藤先生が重要な情報を絞り込んでいて、その重要な情報だけが圧縮されて載ってるっていうところにあります。そのおかげで7科目を集約して1ヶ月間の間にその復習することができました。次に答例についてお話したいと思います。過去2回の受験からその書く機会を定期的に持たなきゃいけないっていうのは分かってたんで、その答練を受講することにしました。また答練は工藤先生が監修してるんで、答練を通して工藤先生の教えを請うっていう意味で答練を受講することにしました。答練の問題についてはその工藤先生がその出題するところを選んでるんで、その実際本試験でもその工藤先生が選んだその答練の出題事項がズバズバ当たったんで、それが本当にその僕の総合得点を押し上げてくれたと考えてます。ゼミでは前半のパートと後半のパートっていうのが分かれてまして、その前半ではその工藤先生がその答練の公表をします。で、後半では別途その問題演習をするっていうことになっています。で、前半のパートのその答練の公表なんですけど、何をやるかって言いますと、工藤先生がそのゼミ生全員の答案を採点して、で、その評価を返却するということになってます。で、その評価なんですが、そのゼミ生全員の評価が分かるようになっていて、その自分の書いた答案とかその他の人が書いた答案とかを比べて、その自分の書いた答案がその受験生の中でどれぐらいの評価を受けるのかっていうのが分かるようになります。で、その演習を繰り返すと
その問題難易度ごとにその自分がどれぐらいの答案を書けば合格答案になるのかっていう相場感覚みたいなのを身につけることができます。で、この相場感覚があるとその本試験の時に落ち着いてその問題にアプローチできるようになります。この余裕がかなりその総合点っていうのを上げてくれると思ってます。ゼミの後半では工藤先生がチョイスしたその短めの問題でその演習をします。その短めの問題をその工藤先生が20分ぐらい時間を与えてその場で解いて解かせて受講生に、で受講生が解き終わったら工藤先生がその当ててソクラテスメソッドで回答を進めていくっていう形式になってます。で、工藤ゼミは本当に優秀な人が多いんで、その他の受験生の回答を聞くことでとても勉強になりました。また工藤先生がそのチョイスした問題っていうのが本当に本試験でよく当たるんで、その工藤先生のチョイスした問題を繰り返し解くことによってその総合点がどん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 上がっていくみたいな感じに なりました。ゼミが終わった後は工藤先生がその質問タイムみたいな感じで、そのゼミで出た疑問をに対してその答えをくれるんですが、その質問タイムではそのゼミ生全員がその疑問がなくなるまでその工藤先生は最後まで付き合ってくれました。そのおかげでそのゼミで扱った問題についてはその疑問がなくなるまでその問題の理解を深めることができました。以上のような勉強をして最終的に僕は司法試験に合格することができたんですが、その結局その合格の決め手になったのは皆さんが繰り返し言ってるように基本事項を正確に再現できるっていうことだったと思ってます。今までもその基本は大事だなと思ってたんですが、そのやっぱしその基本を本当に忠実に再現するっていうのはその本当に意識してやらないとできないことだと思ってます。みんな基本はちゃんとやろうって思ってるんですが、そのみんなができる基本っていうのをみんなより少しだけ正確に少しだけ早く表現できれば、そこにその合格が待ってるんだと思います。結局その2回の受験では2500番から3000番みたいな合格ラインからちょっと離れたところをうろうろしていました。で3回目はその以上で今まで述べたようにその工藤先生の講座を使ってその勉強した結果、その大きく最後順位が伸びて最後801番で合格しました。で、本当に3回目の受験っていうのはとても苦しくて、本当仲間もいないしっていう状態だったんですが、その工藤ゼミでその3回目の仲間をはじめ、いろんな方と会ってその本当に苦しい中一緒に頑張って勉強してきたんで、その合格した後に再会して本当に嬉しかったです。アガルートアカデミーで工藤先生は司法試験合格に必要十分なコンテンツを提供してくれると思っています。後悔をしない受験をしようと今年決意を決めた受験生はぜひ工藤先生の講座を信じて頑張ってください。